力出し切ったぜ。一旦休憩入れっか。なんで準備運動で力を使い果たしますの。ちゃんとトレーニングしてくださいませ。それはそうと、コースの周りでカメラ持ったやつがたくさんいたけど、ありゃなんだ？取材の方々ですわ。今日は公開トレーニングの日ですから。ああ、なるほど。公開トレーニングが何か分かってねえけど。レースが近づくといつもやっていますでしょ。仕上がりの状態を取材陣の方に見ていただくということを。今日はダービーの公開トレーニングですから、いつも以上にカメラマンも多いみたいですわね。そっか、今日だったんだ。うん、そうだね。注目は BMW の3人だな。特に皐月賞を勝った成田大使には期待だよ。三輪早秀だって負けてなかったぞ。ここでさらに調子を上げてくるだろうな。さあ、次はウイニングチケットだ。トレーナー、チケットのやつを見なかった？それがいないんだ。走る番になってもスタート地点に来なくて。トレーナーも知らないとなると、あいつまさか。あ、おい大使。何やってんの、チケット。ダービーの公開トレーニングでしょ。なんで走んないわけ。何逃げてんの。ごめん、私逃げるつもりなんてなかったんだ。でも足が動かなくて。怪我というわけではないよな。怖いんだ。公開トレーニングを走って、もしみんなよりも劣ってたら、私皐月賞で負けて、そんなこと考えるようになったってこと。ふざけるな。何一回負けたくらいでビビってんの。なんで次は勝つって考えないの。私だって何度も負けて、やっぱ実力がないんだって思い知るのが怖かった。それでも怖いのに耐えてずっと努力してきたんだ。だって私はあんたや早秀と一緒に。もういい。そう、負けるのが怖いのはお前だけじゃない。それでも私は挑み続ける。私たちはこれ以上何も言わない。あとは自分で気持ちの整理をするんだ。だってこんなにも怖いものだったなんて思わなかったんだ。ダービーは一回しかない。ダービーに次はないんだよ。